ヤロミツァ県は、ルーマニア・ムンテニア地方の県。県とはスロボジア。東は、コンスタンツ県。西は、イルホブ県。北は、ブライラ県。ブザウ県。プラホバ県。南は、カララシ県と接する。2002年の調査では、県人口は296,572人。人口密度は67、平方キロメートルである。 ルーマニア人が総人口のうち96.6%で、最大の少数民族はロマ人である。ヤロミツァ県の面積は4453平方キロメートルである。県はバラガン平野に位置し、小さく深い谷が付随する小さな河川が流れる平坦な土地が広がっている。東側はドナウ川が県境となり、ヤロミツァ川が県の西から東へ流れる。 ドナウ川は古い支流デボルチャ川の支流であるヤロミツ池周辺で注ぐ。西部は1940年まで、東部は1967年まで、県の平野湾のンの生息地だった。ガンは食料にされたりしたことから生息数が激減した。農業が県の主要産業である。工業はスロボジア市に集約されている。県は3つの市、4つの町。 57の小自治体からなる、ウルジチェニのルーマニア正協会派協会、ありがとうございます。